どうもジャジKです。今回もオクトパストラベラーね、続きをやっていきましょう。今回は、ボス戦でしょうね、多分ね。ハンイットのボス戦に行きましょう。またこれ開けられへんやつマジか。仕方ないね。で、早速ね、奥に進んでいきましょう。第3章ね。いや、このストーリーっていうか、このオクトパストラベラー、ほんまにね、ストーリーが長いんで、楽しめる反面なかなか進まへん、ほんまに。さてさ、かかってこい。負けませんかよ。火炎よ、焼き尽くせ。炎が効かへん。どういうことやねんな。どういう神あり雷鳴よ、驚き響け。効かへんか、やっぱり。これね、効かんな。かかってこい。剣が効くのか。剣が効くの、なかなか考えないな。まあ、しょうがないか。雷鳴よ、驚き響け。攻撃力はそんな強くない気するけどな。手前で焼き尽くせ。焼き尽くせよ。さてと、強いな。行きましょう。火炎よ、焼き尽くせ。やっとに死んだか。どう動く？横一文字切り。オッケー。こっちは無理か。なかなか考えないな。火炎よ、焼き尽くせ。もう一回。この程度でなら不合格。いや、そうそう、このね、ストーリーが結構長いんで楽しめる反面、ストーリー忘れちゃうんですよね、だんだん。まあこれまでのあらすじみたいなのがあるから思い出しはできるんですけどね。立ちふさがるなら狩るだけだ。さてと、勝利。幸運の風よ、吹き荒れよ。なかなか考えないな。この聞くかな。火炎よ、焼き尽くせ。聞くやん。行きましょう。ちょっと回復しようかな。癒しの奇跡を与えたな。かかってこい。横一文字ね。横一文字切り。さて、でからの火炎魔法ね。火炎よ、焼き尽くせ。オッケー。狙い撃つ。で、10文字切り。十文字切り。相手に敬意を払う。で、ここに何かある？なんかありそう。あったあった。宝箱もね、見つけにくいんでね。そこが結構不安。成果のご加護。風ね。風で。風の2回攻撃っていうのあったらいいねんけどな。なかなかそううまくないもんで。とっ。どう動く？で、横一文字ね。横一文字切り。それでだ。大火炎魔法。狙い撃つ。で、これも横一文字。で、さらにでとどめ刺しましょう。で、そうですね、大切断すげえな、なかなか考えられない。やっ OK、 授業はこれで終わりだ。ラップしましたと。この奥がボスとかかな。まだ続くんやろか。こっちはお、なんかある。行きます。お、嫌な相手。これは嫌な相手やな。さてどうしようか。大火炎でとりあえず出てってどう頼むよ。横一文字行きましょう。で、次がまあ雷でも入れとくか。よっしゃ。で、風ね。幸運の風よ、吹き荒れよ。ラストアップやって。オッケー。上がってきな。これでブレイクが取れる。ほら。それで。さて。どう動く？ないか。100%。弱いな。弱いんで殺しちゃいましょう。さあどう出る？大した強さだ。合格点。宝箱、宝箱。ロックスラッシャー。そんなに強くなかった。そんな強くなかったね。で、ここがボス、ボスか。あ、宝箱。宝箱ちょっと取りたい。こっちの宝箱取ってなかった。もう一回ぐらい敵出そうやな。アビリティ覚えとく。いらんかもしれんけど覚えとくか。まあしょうがないっしょ。さてこれがボス戦ですか。セーブしよっか。よしセーブがあります。ちょっと回復もしときたいからいいでしょう。さあ行こう。あれか、あれさえあれば。マジか、次ドラゴンかよ。ドラゴン、まさかここはドラゴンの巣なのか。師匠の話や伝承では聞いていたが、すさまじい威圧感だ。私がこんな大物を相手にする日が来るとはな。海藻ですか、ここで。そういえば話したが、クリフランド地方のドラゴン狩りの話。4回は聞いた。その度に長くなっていく。あ、そうだったが、話すたびに具体的に思い出すんだな。うん。私以外は多分信じない。師匠の狩りの獲物は大物が多すぎる。そうは言ってもな、本当に買ったからな。いきなり何？やめ。そんなに嫌か？嫌ではないけど。ははん、まさかお前抱えられるのが恥ずかしい。バカ。まああれだ、覚えておけハイと。狩人ってのはいろいろな獲物と戦う。中には信じられないようなやつもいる。誰にも信じてもらえないような狩りでも自分だけは覚えておけ。ほら話だって鼻で笑われたっていい。それにな、はいと。なんだ師匠。いつかお前も俺に聞かせてくれよ。ホラ話みたいなすごい狩りのこと。他の誰が信じなくたって俺だけは信じてやるからさ。ちょっと回想シーン長ないか？ドラゴンまたしてますけど。たっぷりと嫌になるくらい聞かせてやるから、覚悟しろ師匠。決めている。来い。こいつやば。私の出番だな。ちょっとブレイク取ってかなあかんからな。こいつも斧持ってるから大切なんでいくか。やっ可能な限りな多くちょっといかんとね。属性防御。あー、属性関係ないな。ちょっと回復でちょっと限界突破しようかな。癒しの奇跡を迎えたな。オッケーオッケー。上がってきな。でこいつはもう完全に斧で大切だ。行きましょう。暴力暴力させません。負けません。暴力暴力暴力させません。なかなか考えがいが。マジか。いつ持ってくんの？とっかかってこい。会心会心会心のいやはっ頑張ります。マジか。聖なる光やってみれば。オッケー、通った。かかってこい。で、返し目やね。狙い撃つ。2029。さてどうしようか。大決断。そんなに食らわない気するけどな。まあまあまあしょうがない。負けません。てかあいついつも乗ってくんね。さてどうしようか。大切断。大切断。かかってこい。で開始。ね、686弱。どう動く？回収ね、もう一回行く。狙い撃つ。おおマジ。まあいいか、普通に戦っていくか。かかってこい。これも十文字き効くんちゃうこれ。十文字切り。オッケー、効いた。それでここは回復しとこう。癒しの奇跡を与えたの。オッケー、限界突破。さあどうだ。大切だ。やっ。戻ってきた。ようやく戻ってきた。大切だ。ちょうど次やねんけど、ほんまに。困った。おお、マジか。困る。かかってこい。十文字切り。やってくれんな。新刊の技いくか。聖なる光。ぜBP パスしとくか。ほい、出番だぜ。オッケー。さてと、ブレイク。かかってこい。返しね。行きましょう。で、瞬間の技は大回復魔法ね。ちょっと回復少なかったかな。私の出番だな。さらに回収ねや。狙い撃つ。狙い撃つ。さて王に行きますか。行くぞ。頼んだ。主王女ドレファンドよ。4298。よっしゃ。大切断。ケイ。行きましょう。で、聖なる光。ケイ、波状攻撃。持ってきた。かかってきな。やばいんですけど。やばいんですけど。大切断。マジかよ。どう動く？十文字切り。十文字切り。回復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 。癒しの奇跡を与えたな。これは炎かな。火炎よ、焼き尽くせ。引かねー。炎を引かねえ。もうやってくれんな。雷か。雷鳴よ。驚きね。ね。大切だ。大切だ。狙い撃つ。弓も効くから返しないと。いや、サミダレでいこう。サミダレよ。それでもう一回回復癒しの奇跡を与えたまえ。オッケー上がってきな。よっしゃ大切だ。王女ドレファンドよ。ここで結構いったやろ。それでは危ねえ、回復しよう。癒しの奇跡を与えたな。私の出番だな。会心。いやちょっと早戻ってこいよな。強っ。負けません。もう今回回復回復。危な。癒しの奇跡を与えたな。どう動く？サミダレや。サミダレや。さてどうしようか。氷結。やっと戻ってきた。氷卵よ、巻き起これ。やばいやばいやばいんちゃうの。かかってこい。いいかこれで。サミダレや。ブレイク取って負けません。で回復だけしようかな。癒しの奇跡を与えたな。そしてよ、そしてBP パス、BP パスを2個渡しとくか。ほい出番だぜ。頼むわこれで。全力だ。お願いします。王女ドレパンドよ。4352結構いったんちゃう。どうだ。おーし赤なった。マックスこれで3000弱いけんちゃう。これいけんちゃういけんちゃう。リピパスしとくか。ほい出番だぜ。行きましょう。ラストアクト頼むわ。ラストアクト負けません。あー来たけど微妙。はいと等しかったな。サイラスさんごときではやけんのじゃないかな。あともう1段か。食らうねー食らうねー。なかなか考えがない。やばいってやばいってこれ。氷卵よ巻き起これ。行きましょう。これはやばいですよ。氷卵よ巻き起これ。かかってこい。どうしたぶりや。オッケーブレーキ取れる。ブレーク取れるじゃないか。頼む。マジここでミス。頑張ります。まあいいわ魔法で。氷卵よ巻き起これ。シェイ大切断。もう1個目のターンでフィニッシュといきましょう。狂乱よ、巻きをくれ。どう動く？それではここでこれ地味に減らしていくからね。狂乱よ、巻きをくれ。このターンでいけるでしょう。頑張ります。将来よ、これ倒しちゃうんじゃないかな、もしかして。大切だ。ケイいった。出直してきた。いい調子。倒したのか、私がドラゴン。ほう、これがヘンルーダーだな。これを持ち帰ってガウ。え、何？あ、大丈夫だ。大丈夫だ、リンで。魔物たちが集まってきている。ここを縄張りにしているドラゴンが倒れたからだろう。うん、とりあえずこちらを襲ってきそうにはないな。帰ろう、リンで。サンナさんが待っている。さて、これで赤目を倒せる。師匠を助けられるんだ。ヘンルーダは手に入ったか？待っていてくれたのか？スサンナさんは案内を命じただけだぞ。待っていたのは俺の判断だ。悪いか？めっちゃいいやつだ。悪くはない。お前の勝手だ。先に戻る。帰りは問題ないだろう。心配してくれてありがとう。変なやつだ。スタンドの家に戻りましょうと。戻りましょう。おお、ヘンルーダー取ってこれたようだね。おかしいよ。ちょっとした加工が必要なんだ。頼む。それでどうだった？ドラゴンを買った気分は。え？知っていたのか？あのドラゴンを買えないようじゃ赤目を買うなんて夢のまた夢さ。はあ、意地の悪い言い方だ。まあ加工している間は暇だからね。聞かせておくれよ、あんたのドラゴン狩りの話をさ。ああ、そうだな。なるほどね。で語ってみてどうだったい？人に話するのは難しいな。師匠も工夫してくれていたんだな。ザンターの坊やも最初はひどかったよ。ギューンとかズバーンとかね。それはひどい。そうさね。それに比べたらなかなか面白かったよ。あいつに話す前に考えておきな。うまく語れたらあいつ悔しがるよ。それがいい。ああ、ありそうだ。負けず嫌いだからな、あの人は。とこれで完成だ。赤目の石化攻撃を受けたらすぐ使うんだよ。いいね。ありがとう。ああ、わかった。本当にありがとう。礼は早い。ザンターの坊やを救ってからにしな。そうだな。そうだな。お、ヘンルーダの薬かける10。これ使ったらあかんやつやん、絶対。はいと。へえ。どうかしたか、アフェン。いや、この薬な、見事な調合だぜ。あのばあさんやるな。ひねくれてはいるが腕は確かだ。興味深いな。何をもっていい薬と判断するんだ。ああ、それは簡単さ。ここだよ、ここ。どうした？急に胸を叩き始めて。言わせんね。ここだったってんだ、ここ。心はこもってんのがいい薬なのさ。誰かを思いやる気持ちがな。あのばあさんにはそれがあるんだ。そうか。ただそれなら最初からそう言ってくれ、アフェン。なるほど。で、出口まで向かいますか。ハンイット様ですね。お、誰やこいつ。そうだが、聖火騎士か。エリザ様からことづけを託されました。赤目の居場所を伝えようと。なるほど。そうか。エリザが見つけ出してくれたか。はい。砂漠の町マルサリム、そこに赤目がいるとのことです。砂漠の町か。確かに承った。礼を言う。はっ。では私はこれにて。もう行くのかい？ああ、とても世話になった。いいんだよ、あんたと私の仲さ。孫みたいなもんだって言ったろ。孫のための苦労なんざ苦労じゃないよ。ありがとう。スサンナさんのことよろしく頼む。頼まれるまでもない。それが俺の役目だ。そう。ハンイット、あんたあれだね。もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたはべっぴんなんだから。ああ、分かった分かった。気をつけて行っておいで。おう。あ、すべてが終わったらまた来る。師匠も連れてな。隠したハンイットはスティールスノーを後にした。師匠の石化を解くために何としても赤目を描かなければ。サンランド地方マルサリムへ範囲の旅は続くと。はい、ということでスノーが終わりまして、どこや次第4種、こまた遠いところにあんな。まだこの下があるとは思わなかったですね。この竜さんの洞窟ってのもちょっと行ってみたいですけどね。じゃあ次はこちらですね。プリムロゼの第3章推薦レベル40と、これ結構ギリギリな気がしますね。まあいいでしょう。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。 Twitter もやってますのでフォローお願いいたします。ありがとうございました。